萩生田愛子議員の支持率が向上したわけということでお話をしたいんですが、でまずそもそも支持率が向上したっていうのをどのぐらい向上したのかっていうのをまず分からないといけないのかなということで、まあ、今回の、あの衆院議員選挙の3区の部分だけ、ですが、ちょっと数値をまず振り返りたいと思います。こちらを見ていただくと、この黄色いところはその市町村で勝った方っていうところでちょっと濡らしていただいてるんですが、矢田さんはもう2か所しか、ね、勝てていない状況で、あとは島切さんが勝っているっていう状態でした。でこの中で実は今回出してるんですが、この男女別の投票者数とかいうのもあります。なのでまあこの男女投票数を次のページで前回のものと今回のものを比較したいと思います。こちらになります。この3区というのが今回の データで、これが下の方が前回のものですね。ちょっと票の関係上ちょっと小さくはなってるんですが、この投票者数っていうのを見ると、実はまず投票率が 54% なんですね、今回、はい、3区の方では。で前回は 43.99、 まあ 10% 程度上がっておりますね、はい、っていう状況から見ていきたいと思います。はい、でまず男性の方は8万3000票今回入っていて、男性で前回は6万8000票ぐらい、まあ1万、まあ2万まではいきませんが、1万5500票ぐらいですね、はい、ぐらい増え、男性が行くようになったっていうところもありますし、女性の方も前回が6万9732人から8万7364と、結構な人数男女ともに増えているかなっていうところもあります。そのため、まあ、そもそも3区に行かれる方が結構多くなったなっていう印象です。はい、ここでちょっと自分が注目しているのは、補選の時は男性の方が投票率高かったんですけども、今回女性の方が投票率高くなっているんですね。まあ、資料ちょっと読み上げますと、前回の補選では男性が 44.31% で女性が 43.69% で、今回は男性が 53.81% で女性が 54.18% となりまして、まあ、女性の投票率が伸びまして、まあ、これもちょっと島地さんの、まあ、得票の上乗せにつながったのかなというふうに思います。まあ、島地さん今回結構まあ、女性の方が欲している政策、まあ、子育て政策ですとかそういったところを前面に出して訴えてきたことは、今回、まあ、女性の得票率投票率の向上につながって、まあ、それが島地さんの女性票の上乗せで、まあ、総じて見てみれば島地さんの、まあ、全体の票の上乗せにもつながったという、私そういうふうに見ております。なるほど、はい、で仲間さんはどのようにこちらを見ましたでしょうか。はい、今回、ね、呼ばれたのはタカさんが沖縄市 で、はい、で僕が宜野座さんということで、やっぱ僕も議員として保守活動する側として、まあ、実際に沖縄愛子さんのね、ごめんなさい、愛子さんの宜野座支部の方で選挙活動しました。でいうと愛子さんのですね、今回の公約の一番の挙げているのが子どもの貧困、要は子育て世帯に対しての子どもの、この生活向上学習向上一番メインだったんですよ。それに今タカさんが言ってくれたように、まあ、男性の票も伸びましたけど、まあ、女性の伸び票も伸びたと。やっぱお母さん世代がですね、それに共感あるいはそれに賛同を得たのじゃないかなと僕は素直にそう受け取りますけどね。はい、なるほど。やはり子育てとか、まあ、生活に直結するものをお話をされてたということもあったと思うんです。やはりこのコロナ禍ということで経済が結構ダメージを食らった部分もあって、うん、やはり沖縄って意外とこの身内といいますか、沖縄県民の人には温かくて県外の人にちょっと、ね、冷静に、まあ、冷たいところもあったりとかする中でも、島切さんが勝ったというのは
もしかしたら現実的な側面でやはり、ね、判断された方も多かったのかなと思いますね。まあ、島地さんの宮城県ご出身、ということで、今回3区では島地さんが内地出身、2区では宮崎先生が内地出身ということになりまして、やっぱりまだちょっと一部の高齢者の中、特に高齢の方の中にはまだちょっと内地出身の人は受け入れられないという、まあ、そういった人がいた中で、まあ、今回島地さんが沖縄3区で勝ったというのは非常に大きいかなと思いますね、うん、はい、それは高さんと同じ意見、うん、もうそういう時代じゃないと思うんですけどね。どんだけこんだけ裏でって言ったらおかしいけど、この愛子さんがですよ、はい、愛子先生かな、浪人時代に各市町村でですよ、頑張ってきたかっていうのは、まあ、例えば宜野湾村の話して、はい、今回ですね、宜野湾村の、支部あるいは講演会を務めたのが宜野湾村長東間敦さんなんですけど、これ村長が作った直接の宜野湾村の有権者に向けてのビラ、まあ、この中で言うとですね、宜野湾村ですけど、皆さんもご存知だと思いますけど、宜野湾村3年前に観光拠点施設っていうのを道の駅宜野座のそばに併設して大々的にオープンしたんですね。でそれにも愛子さんが実は尽力してですね、予算を取ってきてくれたと。で1年目のオープンが、約63万人来場者が入場者が来てくれまして、ただ去年のコロナで3分の1にも下がったんですけれども、そこにも実は愛子さんが協力してくれたと。であと宜野村農業理想ですので、サトウキビが第一基幹産業なんですね。でそれにも尽力してもらいまして、例えば機械で今刈るんですけど、この機械がハーベスターというんですよ。これにも実は愛子さんが絡んでくれて、直にですね、国と交渉してもらって、ハーベスターという機械を、収穫機をですね2台導入してくれて、実際それで農家の皆さんが助かったと。滞りなく毎年のこのサトウキビの収穫が順調にいってるっていう事実もあるんですよね、はい。あと金から名護に向けて宜野湾村でもバイパスができてですね、ただ交通量が増えたもんですから、信号機の設置を依頼してたんですよ。やっぱり子どもたちのスクールゾーンとかも重なったりしてますので、そこにもいち早く、信号機を取り付けしてくれたりとかいうのもあります。あと一番これ宜野湾村で大きいんですけど、1975年海洋博記念公園できましたよね、エキスポランドという時に、当時名護から今のうるま市石川まで高速で来ましたけど、その途中に架橋、やっぱりね、横断する橋があるんですけど、鉄骨造だったんですよ。あれからもう、約45年余りで、それが村道なので、国としては村道管理は村でやってくれと、単独で各自治体でってなった場合に、鉄なのでこの修繕費っていうんですか、1台試算すると2億円かかると。これも東間村長が、選挙区3区の先生にお願いすれば、現職議員にお願いしたいけれども会ってくれなくて、結果的に愛子さんに、島地の愛子さんにお願いしたところ、1期あたり2億円の予算をつけてくれたんですよ。これ全部で宜野湾村の中だけで12基あるんですよね。これ全部です。こんだけの財源、宜野湾村だけで取れないものを取ってきてくれましたという事実、現実的対応をしてくれたんですよ、いうのがあります、宜野湾村に関しては。で、まあ、僕は、まあ、宜野湾村の議員ですから、他の市町村も聞いてるんですけど、不確かなのでちょっと今ここで言い切れないんですけれども、女村でも金町でも東村、大宜味、国頭、もちろん亡き人村、伊是名、伊平屋、元部長、伊江村もそういうのは聞いています。それぐらいですね、愛子さんには各市町村、各首長がとても現実的に対応しているっていうのはありました、はい。沖縄市なんかね、高さんね、はい、僕が言っちゃなんか横取りしてしまうから、高さんの方から言ってもらいたいんだけど、はい。まあ、沖縄市では沖縄アリーナが一番主要の沖縄アリーナができまして、
まあ、2023年 の、 あの、まあ、バスケットボールの世界大会に向けて、まあ、あの着工された建物なんですけども、その建物あの完成までかなり早くあのこぎつけまして、でそれに加えましてあの沖縄南インターという高速道路の、まあ、出入り口があるんですけども、うん、まあ、その出入り口の車線も増やして、まあ、渋滞緩和に努めたっていう、そういったところが大きかったんじゃないのかなというふうに思います。結構あの今回あの島尻さんがあの訴えていたことの 中にはあの落選中の浪人中にあの行われたことが多かったので、あのちょっと選挙期間の最初のうちはあのこれどうかな、どういう経営者に認められるかなというふうに心配だったんですけども、でもあの落選中にこれだけのことができたんだから、じゃあ議員になればもっとできるんじゃないかという、そういった期待に変わってくれたのかなという、まあ、そういった気もしてきましたね。で島地愛子さんこれからあの、まあ、今度は沖縄南インターに加えまして沖縄北インターの方でもあそこの渋滞の緩和のために、まあ、沖縄北インターから海中道路間ね、高速をまあ延伸するという、まあ、そういった政策を掲げていたんですけども、まあ、こういったことも素早くやってくれるんじゃないかという、まあ、期待もあって、それがの票の伸びにつながったのかなというふうにも今思いましたね。そうですね、はい、はい、うん、やはりあの、まあ、僕はちょっと肉の方なので、はい、まあ、直接声は届いていないんですが、はい、やはりその地域地域に直接あの、ね、聞こえる声っていうのはやはりあると思うんですよ。やはりそういったものをまあ直視することをもうやっぱり 大切だと思うんですね。このなんていうんですかね、自分 が代表だから俺が何でもやれるみたいな傲慢の態度よりは、ちゃんと一箇所一箇所回ってちゃんと真摯に対応されたっていうのが、ね、うん、結果につながったのかなと思いました。はい、はい、何もやらないよりはやる議員ということで、そうそう、でそうですね、それでね、皆さんちょっと僕地元での話ちょっとお願いしたいんだけど、この写真出してもらえます？あの宜野座村村長東間敦史です。工事前までは宜野座支部長として、工事後はですね愛子、宜野座後援会会長としてですね、トータル遊説を50回以上やってます。というのもですね、東間敦史宜野座村長は北部、14市町村の12だ、ごめんなさい、会長なんですよ、はい、に今回あの沖縄市とうるま市がくっついての沖縄3区なので、是が非でも北部市町村会会長としても選挙区として島地愛子さんを勝たせたいということで先頭立ってもらいましたという流れで、まあ、あの先ほどね、あの矢さんからの説明ありましたように、2か所では負けましたけど、あの代表殿の沖縄市、うるま市、名護市でこんだけ頑張れたのも、このやっぱりこれまでのね、タカさんが言うように浪人中でもこんだけつなげてくれた、でそれが実際に先生になったら議員になったらもっとできるんじゃないかなという期待感ですね。で何より愛子先生が言ってたこの子供に対しての母親としての女性としてのこの感覚、直接この国に訴えて政府に訴えてできるであろう実力を有権者の皆さんが冷静に判断して票に結んだのかなと僕は思っています。はい、はい、で、まあ、今回この選挙のもので仲間村議があの活動されていて写真何枚かあるということで、はい、紹介しながら、まあ、できたら補足とか見てもらえたらと思うんですが、僕が写ってるのがあるじゃない、これ僕のそばが、宜野座村議会石川幹也議長で、あの視聴者から見たら左側かな、小戸久和前議長です。で真ん中 のね、お兄ちゃんが愛子先生の次男のお兄ちゃんです。次男ですね、ちょっと名前忘れたんですけど、もうあの東京であのいるんですけど、お母さん愛子さんのために北部各講演会を回ってくれましてという流れですね。はい、はい、で一応他にもあのいただいた写真としましては、まあ、事務所の前ですか。そうですね、まあ、今回いろいろありまして、まあ、あのクリーンな選挙をやろうという愛子さんのありまして、上り極力減らしてですね、
あの法廷のシールっていうんですか、あ、はい、ありますね、があるものだけを中心にあの事務所に貼ってやりました。だから極力上りとかも、まあね、高さん、はい、なんかさっき打ち合わせも聞きましたけど、はい、沖縄市でもうるま市でもそんなにね今回はね上りはなかったって聞きましたけど、あ、そうですね、あの、まあ、両候補あの総合してたんですけども、あの例えばの4月に行われたうるま市長選挙では、はい、あのかなり多くの上り旗あの2人立候補したんですけども、まあ、2人ともいろんなところに上り旗立てていて、うん、まあ、中にはあの2人の上り旗がちょっと同じようなところに立っていたっていう、そういったところもあったんですけども、まあ、今回の衆議院選挙でそういった2人一緒のところに立っているっていうところはなくて、であの以前、まあ、この4月の放送でちょっと紹介したんですけども、うん、あのうるま市長選挙の上り旗が立っていたところを見てみました、衆議院選挙の時に見てみましたら、まあ、衆議院選挙ではのほとんどなかったという、まあ、そういったところもありまして、あの4月に比べると上り旗っていうのはだいぶ減ってきているので、まあ、沖縄3区で見てみましても、あの上り旗、違法の上り旗というのはあの減ってきたのかなというふうに思います。はい、僕が知ってないと言うと、さ、岩さん、恩納村近町の保守系の議員、あるいはあの愛子さんが応援しようとしている業者、商工会の皆さんも踏まえてですね、朝のお手振り運動、夕方のお手振り運動、あの結構な人数が朝からまた夕方やっていました。あ、そうですね、自分の選挙期間中恩納村とか宜野座あたり通ることあった、朝通ることあったんですけども、まあ、結構お手振りされている方多く見かけますね。はい、ありがとうございます。わ、はい、かりました。で、今日他にも写真があるんですけども、どれをちょっとした方がいいのかなと思ったんですが、あ、これはもう5日前のだから、はい、いいかな。これもいいですか。これもいいね。あのちょっとある方からの意見を聞いたときにですね、はい、まあ、人それぞれの考え方なんで僕はそれでいいと思うんですけれども、今回の選挙、まあ、僕たちはね、あの愛子さんから疲れも吹っ飛んだぐらい嬉しかったんですけど、実際はあの自民党の方では沖縄3区は島地愛子候補は泡沫候補だったと、まあ、前回もあるし、まあ、そういう微妙な場所ですから。ただですね、あの菅前総理も直に、愛子さんの応援に入りまして、うん、まあ、ここでは、まあ、大人の判断でいきますけど、河野太郎さんも、自民党広報部長でした、ね、で来て愛子さんを応援してくれました。で、まあ、もちろん自公連立政権ですから公明党も、はい、あの応援でね、比例区では金城靖国さんという形で万全の形で拒んだわけですね、まあまあ、周りからすると11月の予定だったんじゃないか、前倒しだから準備できてないんじゃないかなっておっしゃってるのがありましたけど、正直言いますよ、多分愛子さんのこの前回の補欠選の後からの各自治体、特に僕たち3区、足なくっていう言い方なのかな、本当に通ってくれまして、地元の要望等々、本当に愛子さん聞いてくれまして、あのさっきもあったんですけど、子どもの居場所作りっていうのをですね、当時愛子さんが10億持ってきたじゃないですか、国から直接。だけど落ちてしまって、で県は県で、まあ、相手の名前言いましたけど、沖縄県は独自の予算組んだけど消化しきれてなかった。で地元に僕宜野湾村の神奈というところなんですけど、 S ステージっていう放課後児童 の、 あの居場所作りの施設があるんですね。これもですね、多分僕来たんですよ、3ヶ月ぐらいで授業スタートしたぐらい、でも子どもたちのことを優先に動いてくれてるんですよ、愛子先生は。だから皆さんにも言いたいのは、基地縮小も大事、安全保障も大事だけど、今どうですか、このわけわからないこの新型コロナで経済がね、まあ、感染者はどんどん減ってきてますから、陽性者は。あと何するかって、元気になるためには経済を動かさないといけない。
っていうのも一つなんですよ、公約、この国会議員になってね、国民のために元気になるためには経済回さないといけない、じゃないと僕たちもね意味ないですから、それも踏まえて愛子先生にはさっき高さんが言ってくれたからも嬉しいんだけど期待ができると、はい、そうだと思います。なのでさっきね、高さんも言ってました、2023年、はい、世界バスケットの大会が沖縄市のこの1万人アリーナで開催されると、まあ、それまでにはね感染対策もいろいろやれば経済も回せば南インターチェンジのこのね道路の環境も改善すれば世界各国からまた沖縄に人が集まって観光にも経済にもプラスになると、そこにやはり愛子さんだなというのがね、今回の選挙で出たんじゃないかなと思います。いいかなこので高さん。そうですね、もう一つ愛子さんに対するの期待を言いますと、今沖縄南インターの話で言ってました、沖縄北インターももう近年周りの道路の渋滞が激しくなっておりまして、まあ、沖縄北インターの国道329号線沿いにあるんですけれども、交差する県道36号線の渋滞もかなり激しくなっていて、例えば朝民放のラジオを聞いていますと渋滞情報ってあると思うんですけども、そこの渋滞情報って結構那覇とか浦添とか宜野湾の情報に偏っているんですけども、時々沖縄市のそこ の沖縄北インターの渋滞も出るくらいなんですね。でその沖縄北インターの渋滞によって例えば周りのコンビニで買い物していた人が車がなかなか出せないとか、まあ、そういった状況も ありまして、じゃあ普段日常的にあそこの道通っている人がじゃあちょっと愛子さんに、まあ、今回沖縄北インターから海事道路への、まあ、高速道路の延長によって、まあ、渋滞の緩和を約束した公約に掲げたということもありまして、まあ、それの期待もあったのかなというふうに思いますね。はい、はい、やはりこのまあ浪人中も含めていろいろなことをやる議員ではないかと、期待も込めて支持率が向上したのではないかということです。はい。